皆さんこんばんは。2015年、今日は5月の7日ですね。JRP テレビジョンよりお送りいたします。国会非常事態対策委員会司会の立花健三です。この番組は、今起こっている世界情勢、そして日本を取り巻く環境、政治経済外交等、あらゆる問題を通して、日頃我々が知りがたいまたは知り得ない情報を皆様にお届けし、そして、そのことを皆様方と共有できればという思いでお送りいたしております。それではいつものコメンテーターお二人をご紹介させていただきます。お二人とも世界平和委員会の代表をお務めになられ、そして現在では革命家として命を張って頑張ってらっしゃいます。それでは初めに空手道本庁、武道総本庁の総裁でいらっしゃいます聴導員大閣氏、もう一方、国際ジャーナリスト、そしてノンフィクション作家でもらっしゃいます、ベンジャミン・フルフォードさん、いつものお二人とともに、始めさせていただきます。さあちょっと風邪ひいてるのかな、ちょっと声がうまい声出なくて申し訳ございません。それではいつもの通り、ベンジャミンさんから今週何かお話ししていただけることからお願いいたします。はい、まあこの1週間で一番大きかったのは、ヨーロッパでの変化なんですよ。まずイギリスで総選挙があって、意外とその保守党、まあ与党が過半数を取ったんですよね。で、うん、僕は聞いたのはね、なんか八王朝選挙だったっていうことをね、まあ否定はしてるんですけど、イギリス側だけども、明らかに全ての世論調査と全く違う結果が出るっていうのは怪しいといえば怪しい。で調べたら、その EU の連中の対イギリス工作として、まずイギリスの独立党の、指導者に圧力をかけて、こうお呼び越しになるようにこう選挙中、明らかになんかビビってて、すごいこう不自然な選挙活動をしたんですよ。でまたスコットランドで独立系ばっかりが勝ったっていうのは、要はイギリスが EU 離れすると、まずスコットランド独立という脅しと使って、あと八王朝選挙で、まあ、一番 EU になんか離れようとしつつ、基本は本音として EU を離れない人を総理に入れたんですけれども、問題はこの工作の問題というのは、その上にある大元が崩れるんですよ。というのはドイツがお金がないんですよ、うん、ドイツは確かに黒字とかいろいろあるんですけれども、あまりにも周りに工事費が多すぎて、みんなの分面倒見れないんですよ。でその表しとして、ギリシャが IMF に払うべきなお金は結局 IMF が払ったのよ。まあ要は粉飾決算して、その、欧米の金融システムの崩壊を先送りしたんですよ。なぜかっていうと、ギリシャの、3000億ドル、ユーロの借金の上に、なんとか500兆以上の金融派生商品がこう浮いてるわけ。それを取っちゃうと、それが不当たりになると、その上にあるものも全部おかしくなって、でまあコンピュータ上、計算上全部パンクしちゃいます。僕はパンクさせてもいいと思いますよ。こう再起動する方が早いんじゃないか。でもとりあえず先送りという状況ですけれども、明らかにヨーロッパは異常事態であることは間違いない。日本の場合、僕ちょっと最近ちょっと数字の分析してで見たことで一つ分かった大事なことあるんですけれども、まあやっぱりアベノミクスは泥棒なんですよ。アベノミクスのその量的緩和が発表する前に、まず日銀株が上がるんですよ。ジャズダック上場してるから。でその後量的緩和が発表される。でそうすると総務省の個人所得の数字でみんなの所得下がるわけだから、みんなから盗んでるのはアベノミクスの本質なんですよ。でどこに行ってるかって、その外国マフィアの延命ですよね。ロスチャール、ロカフェラーとか、あの辺の連中の倒産を避けるため、一般日本人から盗んでるのはアベノミクスの本質。だから日本でもヨーロッパでも金融システムがまあ壊れているままで、先送りばかりしてるんですけれども、いつまで経っても先送りできない。多分でも秋までは持つと思いますよ。秋はいろいろありそう。とりあえずその間ごまかしとか、いろんなそのこう先送りとか
でアメリカの場合も4月から明らかに経済指標いろいろ見るともうリーマンショック以上の崖から落ちてしまったのもうあらゆるデータで今出てるんですよ、うん、例えば卸売とかこうローン審査が通るか通らないかとかローン審査通る率が4割下がってる例えばね、うん、それは主に輸入に関するローンが全部凍結してる証拠なんですよ、などなど あらゆる表しであそこも、恐ろしい状況にはなってる、うん、だから、その中でですね株ばかり上がってるのは全部BIS がスイスの銀行が買ってるようですねスイスのナショナル銀行、うん、だからこれだけ経済が下がるねで株価上がるこうやってそのワニの口っていうけど必ず閉まっちゃうわけ要は株がこれ現実世界と離れてるからフィクションなんですよもう日本でもアメリカでもヨーロッパでもこうシステムをこう維持するために株価だけを演出してるけどもう限界に来てるでこれからいろいろまあ見えてくるただ夏の間は多分こうごまかし しながら なんとかなるけど今年の秋いろいろありそうです大きな出来事という情報が増えてるんですよあと、中近東において大きなイベントとしてオバマが湾岸協力機構 その王様たちを首脳会談に呼んだんですけども2人しか来なかったみんな蹴っちゃったわけ、まあ、下パーを送り込んだ要はもう湾岸協力機構の国々サウジアラビアとかああいうのが結局送ったのはクウェイトとカタールだけなんですよねどっちもアメリカに完全に依存してるからね、うん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 、あとはもう縁を切っちゃったんですねアメリカと基本それが大きな出来事、うん、でそれはやっぱり中近東がしばらくこう、内戦がエスカレートするんですけどその最終決着になる前あとごめんなさいもう一つすごい大きかったのは、うんアメリカのケリー国務長官がロシアのラブロフ外務大臣と会ってでやっぱりウクライナに対してロシアの言ってること正しいってケリーが言ってるわけでウクライナ革命を起こしたヴィクトリア・ヌーランドというそのアメリカ国務省の幹部がすごいなんか映像出てるから表情見てください超嬉しくない表情してるのウクライナ革命を起こした女だからその工作もすごい失敗に終わってることが見えるわけでそれが要はアメリカ軍とかアメリカはこうなんとかやっぱりロシアと仲良くして中国に完全に負けないようにっていう工作で今必死なんですよでまあ中国は中国なりにまたいろいろその今まで他の国の真似をした韓国とか日本とかシンガポール歩んだ道を真似してただスケール大きいだけどやっぱりちょっと壁に当たっててこれから新しく全く今までなかったものを開拓するところに来てるけどやっぱりしばらくあそこもいろんな調整があるんですよねそういうふうに最後にですねちょっとまあ面白いネタとして5月9日ソ連かロシアのその朝鮮戦勝記念日でパレードがあったんですよ、うん、でそこに習近平とプーチンが台に立てたけどどっちも影武者もう本物をやっぱみんなの前で危ないから出ないというまあちょっとした面白い話もありましたまあ私から今週は以上ですね今のところはい、わかりました1週間経ちました総裁は何か国内 国外のことについて何かございますかまあ、やっぱり一番問題はアメリカが完全に割れてるという現象がいろんなところで出てるとだからウクライナの失敗これはまあマケイン、バイデン、CIA これらがアカデミアを使って工作してヤヌコビッチを追い出しそして、金、人を入れて、いわゆるドネツク、ルガンスクに攻撃をしだしたと。これはプーチンがずっと訴えてたことだ。ね、
やはり外国の工作によってウクライナ紛争は作られた。プーチンもラブロフを言ってたわけだ。これはこれが今回なぜジョン・ケリーがそっちへパッと行ったかと。このところはですね、完全にケツまくったとは、オバマはね、マケインたちに対してケツまくったとは私は思うんですよ。これは 俺たちの意向とは関係なく、ネオコンたちの仕業であると。 ロシアに対する経済制裁も含めて改めようという意思を表示したものだと。でそれはまあ、その今の戦勝70周年にメルケルもパッと翌日行ったでしょう、はい、EU の中でも経済制裁に対しては懐疑的になっていると。それからやっぱり、サウジアラビアとイエメンの空爆に対して攻撃が5日間停戦するということをさっと決まったと。これもイランに対するいろんな裏工作配慮があってのことだろうと。だからアフガニスタン、イラク、シリア、ウクライナ、でもこれ失敗に終わっとるわけだ。工作が紛争をエスカレートさせて大きな内戦に誘うという工作が全部失敗に終わってるわけだ。だから今マケドニアとアルバニアとのコソボとの金トラトラとやばたやり始めようとしてるんだけど、全て今アメリカはもう2つに割れてるから失敗するであろうと。で私はまあそういう意味からして、安倍政権が90周年、70周年戦勝記念のセレモニーに安倍に招待状を送って安倍は断ったと。これはもう完全にバスに乗り遅れたとは思う。日本の悲劇だ、これ断った、招待状断ったのは日本の悲劇。これから日本は非常に国際的に孤立していくであろうと。そういえばロシアのね、こう、ほら、戦勝記念のねパレードにね、インド軍とね、中国軍も入ってた。それに非常に大きな意味があるわけ。要はアメリカがもう勝手なことできないぞと。これだけ大きな勢力がもう団結してるということで、こう第三次世界大戦を起こすことはアメリカにとって不可能だということを、まあ、メッセージが出たんですよ。でアメリカもそれ分かってる前から、そのやる気はないっていうのはね、だから結局その傭兵を使って両側を殺して本当の戦争を起こす戦争起こし屋部隊が今いろんなところでこう放火しようとしてるけど、うまくいってないの。彼らのその人間を操るその戦争を起こすそのからくりがもうバレてるから、もう騙されないんですよ。やっぱり911でやっとみんなが目が覚めた、こういう部隊が存在する、実験を起こして捏造してそれで戦争を煽るっていうその帝王学がもう見抜かれてるから、もううまくいってない。あとごめん、最初冒頭でもう一つ言い忘れたことあるけど大事なニュース、アメリカの議会は TPP を却下した、アメリカ国内で。だからもう死んでるよ、TPP もういいの、新聞に書かなくていいから、もうインクと紙の無駄ですから。なるほど。で質問いきますか。はい、それでは。はい、お二人もうちょっと、はい、どうぞ、はい、お願いします。今の戦勝70周年で、プーチンと習近平、これ替え玉だ言うのはね、私は替え玉じゃないと思います。なるほどですね。まあこれはよくその耳の映像を見て比較するとみんなそれぞれ耳が違うから、それで分かるんだよね。 あと中国から言われたの、習近平の影武者いると、こう中国の人からこう聞かされたの。今度皆さん見てらっしゃる皆さん、ビデオがありましたらばよくじゃあ見比べてみてください。次回来週もしもそのご意見いただければちょっと面白いかと思いますんで、じゃあその時まで。あとね、なんか北朝鮮のナンバー2がですね、習近平とあのパレードであったけど、なんか世間話しかしてないという、なんか多分どっかのその欧米の人たちなんかに使って盗聴したんではないけど、
どうせ影武者だから本音のある話できないっていうか、まあだから盗聴しても意味ないからどうぞって感じだったと思いますよ。なるほどですね、うん、じゃあ質問いきましょうか、はい、質問の前に私のちょっと今ちょっとその北朝鮮の話が来たんで、はい、私の個人的な質問なんですが、どう思われますかっていうことでお二人にちょっとお伺いしたいんですが、将軍がいきなり殺されたということで、あれは合法、あれ嘘、その後訂正が出たんでそれが間違い、それなんか、飛行機のあれで軍がなんかパレードかなんか眠ってたから、だから嘘、デマデマ、そうですか、その訂正も出てるから韓国側から、そうですか、はい、だからその話しなくていい、なるほど、うん、ただ北朝鮮について日本のなんかちょっと新しい兵隊の知らない右翼と先週あったんですけどね、でその人曰く今回の計画として、いや今裏で議論されてるのは、南北統一のシナリオとしてとりあえずなんか韓国政府言うことは聞かなさすぎるから、ちょっと平壌とソウルの間ちょっとだけミサイルを飛ばしてでその時アメリカ軍は中立な立場を取る、要するにロシアとの戦争になるからって言って黙ってるわけ。それでミサイル一機が日本に飛んで、それを理由にアメリカが入って南北朝鮮を統一して、それで金正恩のお兄さん金正恩なんだかなんかがいますね、統一された朝鮮半島のトップになるという話聞かされたこう本当かどうか分からないけど、そういうシナリオを考えている勢力で本当に力ある人であることだけは言えるけど、まあそういう企みもあるということを皆さんしておいてくださいと、なるかどうかは話は別として、でも企んでる権力のある人たちいるということは間違いないということ。なるほどですね、わかりました。じゃあなんか総裁質問がなければこのまま質問に入らせていただきます。いろいろ長い文章があるんですが、一番目はまずロスチャイルドが支配しているのは欧州のユーロ圏とボンドぐらいじゃないでしょうかとかって言ってますけど、ロスチャイルドも、まあ、その通りですよ、はい、ですね、ロスチャイルドは今イギリスヨーロッパだけですね、はい、特に問題ないと、はい、他は、うん、であとはあれですね、これは満鉄の成功をなんか要は三幸五原社ですね、三幸社五原業の件について何か言ってますが、要は NDT とか JR とかあれ の、はい、こう民営化したこと、公社の民営化がダメだったんじゃないかとか、はい、まあ長所短所あるんですよ。例えば JR の場合どっちも電車が時刻通りに走ってるけど、今駅の上に不動産が開発されたから、まあ多少はプラスだけど、やっぱり何でもかんでも民営化にするとですね、その格差が出るんですよね。みんなのためにやってるんじゃなくて、こう株主のための利益を絞り取るだけっていう体制になるので、やっぱりいろんな意味で経済運営は半官半民が必要なんですよ、という考えですから、でそういう意味でこれから政府もちょっといろんな経済企画してもいいと思います、うん、民間セクターと仲良く、うん、なるほどですね、次の質問、はい、そうしますと今度はベンジャミンさん、ごめんなさい、ロックフェラーがこう、はい、ロックフェラーが失敗しても日本から撤退しましたので、ブッシュも今追い出されてから日本から、もう人たちの下にぶら下がってた一部の人たちね、竹中とか安倍とかああいう人たちもまだ空転してるけど、もう力はないから、うん、なるほどですね、はい、はい、そして今度は明治維新がどうのこうのとか中でなんか要は革命、この質問の要約すると革命には暴力は必要じゃないかと、はい、そうなるかもしれないね。アメリカでもすでにですね、こう低まあ、ちょっとした内戦状態にはなってるんですよ、現実問題として。週2回ぐらいどっかの爆発があるんですよ。先週アメリカでニューヨークで原力発電所に大きな爆発ありました。それから石油を運んでる電車の大きな爆発ありました。さらにその列車事故があったんです、アムトラック。これは全部こうやっぱり工作ですね、要するにこう何らかのその特殊部隊による内戦的な出来事もすでに始まっているとは言えるんですよね。
でまだやっぱりクリントンとかブッシュとかああいう人たちが連日のようにそのハザードマフィアの新聞に取り上げられている限りではまだ終わってないということなんで、あのまだちょっと残念ながら この人たちをおとなしく退場するつもりはないので、そうならざるを得ないかもしれません。なるほどですね。でなんか結局先にある世界平和のためにアメリカとロシアの最終戦争を行わなければいけないのでしょうかと、そういうようなこともちょっと書いてありますが、そのどうしてもその戦争を起こしたい人たちいるんだけれども、ほら先週アメリカの国務長官、ね、ケリーがロシアに行って、うん、もう仲良くしようじゃないかと言ってて、僕もロシア軍、中国軍、ペンタゴン、実際にその戦争をやる部隊は第三次世界大戦やらないってお互い約束してるので、うん、絶対にならないからね、うんうん、どんなにこの人たちが起こそうとしても火がつかない、うん、これはやっぱりこう中近東、イスラエルとイランのその最終決着と、あと南北朝鮮統一とかいう課題が多少残ってるけれども、基本的に全面戦争をやる、メリットがない、理由はない。それよりもこうちょっと時間かかるけど、金融戦争で最終決着を使って、それで新しい仕組みが出来上がると思います。ですね、絶対出来上がるから、数学的にそれするしかないからね。はい、それと質問の中でちょっと面白い例の、これ岩崎のところちょっと、ね、読んで、面白い情報ですから、はいはい、ここの書き、ここのところにしては岩崎弥太郎についてあまり知られないことがあるのでお話しさせてくださいということで、書き言われる情報を見てもらえればわかるのですが、弥太郎は藩札の価値が紙くずレベルになった時に一気に買い占めており、これが弥太郎が大金持ちになった最大の原因ですと。またそれはロスチャイルドのウォータールーの戦いで有価証券を買い占めたことと酷似しており、それは決して偶然ではないと思いますと。とにかくこの弥太郎、岩崎家の血塗られた歴史と、一族が三菱という巨大なグループのトップとして日本国家を代表し、あたかも日本国の政府や NHK などと同じような扱いを受けていることに疑問を感じます。三菱は日本版ロスチャイルドであり犯罪企業です。彼らを逮捕し、しっかりと罪を償ってもらわなければなりません。総裁とベンジャミンさんのご意見をお聞かせくださいということが出てます。まあ、三菱はまあ国家なりとも昔から言われているわけだから、明治、大正、昭和、平成、三菱は国家なり、うん、だから今特に、安倍政権においては三菱国家となっている、三菱の銀行のマークがですね、三つの菱からピラミッドの上の銘に変わった時から、あそこが悪質な勢力の取られたと僕は認識してるんですよね。要はこう外国の、勢力の手先になってしまったと僕は認識してるんで、岩崎一族などやっぱり新しい仕組みに協力しないと潰されるのは間違いないです。いくら今まで権限あったにしても、潰すことは簡単にできますから、もう世界的に見るとちっちゃいから、もう今はね。そうですか、分かりました。で次の質問に入りますけどよろしいですか、うん、プーチン大統領は中国の秘密結社の存在を知っていて、金版コンパンね、これですね、そうですか、はい、の存在を知っていて彼らと協調関係にあるのでしょうか、ベンジャミンさんのということなんですが、まずそうですね、間違いない、そうですね、やってること見れば存在を知っていてってことですね、まあ、間違いないでしょう。なるほどですね、うん、でそれとベンジャミンさんが所属している白竜会は一般人などはできるんですかっていう、まず白竜会っていうのはアジアのもので、こうワイドラーガンっていうのは英語でって欧米と日本のものとか、まあ、あと韓国も入るんけれども、その違いがありますので、白竜会に例えば鄧小平とかそういう人たち入ってたんですよね、蒋介石とか、それはアジアの非常にハイレベルな良心的なもので、でそれ欧米の、まあ、似たものはワイドラーガンで、まあ
どっかに入る場所あるわけじゃないけど、声かかってくれば入る。あと勝手にそういうその行動を取ればですね、自然に入ってると思えばいいんですよね。結構緩やかなところもありますから、うん、要は、大義のためにしか動かない、世界を良くするために戦うということをやってるなら、そのうちなんか声かかるんじゃないかと、うん、あとあれですよ、どっかの道場で修行すればね、こうそういうネットワークともつながりますので、うん、ということでございます。どうやら質問は一応今週はそれだけぐらいでございます、うん、はい、まあ、時間的にもあとちょっとだけありますが、総裁今日なんか言い足らないこととか何かございますか。まあ、先ほど言ったやっぱり日本の安倍政権のですね、バスに乗り遅れる今の問題はやはり新たなる今の安全保障の法整備を閣議で決めて7月までに成立さすと、これはまあ断固潰さなきゃいけないと、ね、だから政治家もね、みんなもう無関心なんだよね。自民党がやってることが、自民党の政治家が無関心なんです。どっちでもええという。だからよくそれで政治家やってるなと、ね、重要な日本の安全保障に関する問題、憲法に整合しないような安全保障法案を無関心なんですよ。まあ、あれは安倍さんがやってんなら安倍さんの言う通りに従おうと。こんなことでね、国民の代表と言えるのかと。で野党が全く無気力ですから、これも独断になってるわね、安倍菅の。とんでもないことだと僕は思うわけです。まああれは要するにただの永田町劇団ですから、で今その劇団に命令を出しているところでいろんな異変が起きてるから、その人たちも身動き取れないというのは現実ですね。なるほどですね。もうどうせ力ないからね。残念ながら日本の政界は飾りです。日本は独立国家でも何でもないから、政治家日本の指導者だと勘違いするんだったら、あなたはどっかね、洞窟でこう、テレビしか見てないから何も知らないんじゃないですか。もうとにかくその上のレベルで根本的な変化が起きるので、その時日本国民も解放されます。で今現在は植民地で、永田町にいる人たちが、外国にいる人たちが書いた原稿を読み上げるだけですからね。なるほど、まあ、以上です。そうですか。上の方が壊れていって、細かいところはいいのよ。例えば EU 議会と同じで、ヨーグルトのね、材料について議論してどうぞってなんだけど、関心なところはノータッチっていう状況ですから、日本も同じ、細かいことどんどんいろいろ話し合ってくださいと。でもすごく大きな、防衛とかさ、経済運営とかそういう大事なところだと全く何の権限がないということですよ。なるほどですね。まあ、ベンジャミンさんから言わせると、上の方が崩れてるから、まあ、日本はあんまり心配しなくていいよということをより理解されますが、まあ、歴代総理大臣など政治が30年間話し合って取材した結果はこういう結論に至ってるから、急に思いついたわけじゃなくて、ずっと現場にいた人間として自分の目で確認したことですから。なるほどですね。あとやってること見れば分かる。安倍がワシントンで読み上げた原稿の内容を見ればいいんですよ。アメリカ人が書いたに違いないでしょ。アメリカ兵殺してごめんなさいとかね、あんな侮辱的な原稿を読み上げるのは日本の総理大臣じゃなくて、外国に雇われた役者、総理ごっこをしてる人だけなんですよ。なるほど。まあ多分原稿を書いた人は官僚の人かもしれませんね、アメリカに留学したような。ジャパンハンドレスですね。日本に留学してアメリカ人でしょう、どちらかというと。ほら、ジェル・カーティスとか、あの連中ですね、マイケル・グリーンとか、いつもの同じ人たち。ね、その人たちもそろそろね、こうまあ多分あの人たち今ビビってて、今本当は違うルーツで今ペコペコ作戦してるから、あの人たちも今寝返ろうとしてるから、いろいろ変わると思いますよ。マイケル・カーティスで、ジェネラル・カーティスはちょっとこう変わってきてるね。どういうふうに変わってきてますか。やっぱり安倍の今やろうとしてることは、
間違った政治判断だというふうに言ってるわね。うんうん、総裁の考えと同じような考え方に、まあ、もともとやっぱり野党と親しくやってたんでね、社会党で、まあ、昔の社会党とね。だからやっぱり自民党にちょっと距離を置いて、はい、野党に引き取ったわけですよ。だから今アメの政策に対しては批判的なものの言い方をしてるわけ。まあ、僕もやっぱり安倍政治でしょ、やっぱりこれやれって言ってるのは、はい、あのね、確かに僕もジャール・カーテスに会って悪い人じゃないんですよね。でもマイケル・グリーンっていうのは、僕が日本のなんかこういう怖い人たちに、僕はねシャブやってる女に暴力する男だっていう嘘をついて、その人たちを僕に敵視させようとした悪質な行動をやったからね、あの野郎。だから僕は許せないから、もう日本にも来てほしくない。あとマイケル・グリーンっていうのは小泉ジュニアに日本人がユダヤ人に言うことに従うべきだという文書を書かせたのはマイケル・グリーンが。で、そのマイケル・グリーンが務めて CSIS という研究所で、そのトップはリチャード・アミタージという殺人犯、麻薬売に、商売をやってる男なんです。このアミテージはもう裏切りの専門家なんです。だからマルコスを飛ばしたり、昔のベトナムのサイゴンの陥落の裏工作をしたり、やっぱり同盟国を売り飛ばす時には必ずアミテージは工作員で動くわけ、もうその歴史があるわけ。で、アメタ裏切りのプロなの。裏切ることの構成。で、アメタージの上は悪魔崇拝の物資一族ね。うん、なるほど。で、その人たち今全面的に失脚してるから、その下にぶら下がって人たち早く逃げた方がいいよ。もうあの人たちの命令に従い続ければ一緒に沈没しますからね。だから今回のいわゆるイワングルが辞めた2ヶ月でね、首相が韓国の、あれはアミテージだよ。それで検察を、彼らは日本の検察を動かす同時に韓国の検察の自由時代に動かすから、はい、だから田中角栄をパクったのもアミテージだろう。みんなそういう裏切りの同盟国を殺す、同盟国を売り飛ばす、これの天才なんだアミテージは。だからパーレビ国王を売り飛ばした、マルコスを売り飛ばした、サイゴンを売った、南ベトナムの人はボートピープルでどれだけ死んだか、全部同盟国を殺した張本人はアミテージ氏、その裏にはまあユダヤマフィアおるだろう。なるほどですね。まあその人たち今退治されてる最中なので楽しみにしてください。はい、今日は以上ですね。はい、そうですね、時間もなりました。次回は5月の21日、同じ時間で、木曜日ということで、皆さんごきげん、それまでごきげんよう。日本はユーロシアの一員である。